ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されているラコラ漆花布箱シハ漆花布箱は18世紀の朝鮮王朝時代に作られたラデン漆器工芸品であるアメリカ合衆国ニューヨークメトロポリタン美術館に収蔵されているラデンは漆器や木器に貝殻や小豚西の貝殻を造刊する装飾技法で金属などの表面の装飾にも用いられる中国では 周大にはすでにラデン在庫が広く普及しており、五代十国時代に非常に高い水準に達し、明、真の時代に最盛期を迎えた。ラデンウルシュ花ふばこは18世紀の朝鮮王朝時代に朝鮮半島で作られた。箱状のラデン漆器の外観には真珠母を素朴な花の形で装飾し、その花の茎には金属の糸をより合わせたものを用いている。表面には 別っのような円盤状のものがいくつかはめ込まれており、漆器の内部には赤いドンスが貼られている。大きさや型の面では、ラデン漆花ふ箱に似ている、螺鈿漆器は多い。しかし、他の同種の作品とは異なり、本漆器は黒く塗られており、金粉が付着している。2015年にフローレンスとハーバート・アービングによって、メトロポリタン美術館に寄贈され、 これまでに8回の外部展示が行われている。ありがとうございます。